はい。酒好きな新潟人の飲酒道が始めていきたいと思います。今回は超激レアなのかわかりませんが、なんかレアっぽいやつです。チューハイリンゴのほっぺ。これは JA の、北海道余市市産ストレート果汁使用。アルコール度数が 3% と低い。ですが、レアだったんで買いました。で、果汁が 15% と高く、太陽の恵みと清らかな水と空気。なんとかな大地に育まれた余市のリンゴ。自然の恵みをいっぱいに受けたジューシーな美味しさをそのままチューハイにしました。北のフルーツ王国余市からお届けいたします。原材料が、リンゴ果汁とスピリッツと、糖類と酸味料と香料とビタミン C。となってます。製造者が、北海道麦酒醸造株式会社。もうどう見てもこれ北海道の限定っぽいんだけど。なんで新潟のスーパーに売ってたの？よくわからない。ね。それじゃあ乾杯。うわ。リンゴジュースだ、これ。これはリンゴジュースだ。すごい。リンゴ 100% ジュースに非常に味が似てるぞ。すごいな。果汁 15% なのに、すごいリンゴ、すごいリンゴ 100% ジュースみたいなうまさ。お、すごいこれ。リンゴ 100% ジュースだと思った。今飲んで。この味。リンゴのほっぺ。JA 余市。だってストレート果汁でしょ？いわゆる普通のさ、あれじゃないもん。ストレート果汁ってことは、いわゆる水分を抜いて、濃縮還元とかじゃないんですよ。普通の 100% ジュースって濃縮還元って言って、ね、いわゆる水分を抜いて、蒸発させて、軽くして運んで、で、その工場で、近場の工場で水を加えて、戻すっていう作業があるんですけど、それしてないってことは、もうまんまストレートのまんま、っていうことだよね。だから濃縮還元のジュースっていうのは安いんですけど、ストレート果汁っていうのは、100% ジュースとかだと高いですね。はい、あ。これはすごいですね。だからこれ200円ぐらいしたんで、150円だったか。200円ぐらいしたんで、これ。高っ。これのリンゴのほっぺっていうのは、普通のジュースのやつもあるみたいですね。ただ、チューハイのやつもあると。ん？どっかのブログに、14万4000個限定で全国のサークル系サンクスで発売中だって、これ。2011年の話だけど。サークル系サンクスが、まあやってたみたいですね、これね。全国のサークル系サンクス。だいたいサークル系行かねえからな。全然わかんない。
酎ハイ。まあ、アルコール度数 3% っていうのがちょっと微妙だけど。北海道。北海道麦酒醸造のサイトがありました。一応、チューハイとかのハイボールとかも、あれ、できるみたいですね。前飲んだ、先ほどじゃねえや。昨日飲んだ、ハスカップってやつ。あれと同じ会社ですね。へえ。ただ、これはちょっとあれだな。これだって195円って書いてあるよ、このほっぺ。リンゴのほっぺ。高えよ。あと、ビールも売ってます。ビール。あー、なんか高そうな。300円超えのあれが売ってますね、いろいろね。ハイボールも売ってるぞ。北海道ハイボールハスカップだって。へぇ。なんかハイボールっていうの定義がどういうことなの？ハイボールってことはどういうことなの？ハイボール？なんか言ってる意味がよくわかんないんだけど。酎ハイじゃないと。ハイボールってことはウイスキー。よくわからない。北海道ハイボール、ハスカップ。よくわからない。他にもメロンとかアップル、サクランボと洋梨と赤ぶどうと、オホーツク塩なんてある。塩？オホーツク海の塩を、使用したハイボールだって。なんじゃそりゃ。すごいな。どうなってるんだ。オホーツク海の塩を使用したハイボールってすごくね。どんだけ経費かかってねえんだよ。いや、超安上がりじゃないか、これ。すごいな、いいな。オホーツク海の塩を使用しましたなんて。なあ。なあ、お前、オホーツク海の塩って言ってもさ、だってさ、海なんて全部繋がってんだからさ、結局全部同じだろ。それなのにさ、別に日本海から取ってもオホーツク海から取ってもさ、別に味変わんねえだろ。何か変わるんだよ。しかも結局これ、ハイボールってことは、まあ、チューハイ使われてんのか、ウイスキー使われてんのか知らないけど。ただ、これ塩入れただけでしょ。あ、すげえな。めちゃくちゃ安上がりなんだけど。いや、でも意外とうまいのかな、塩って。普通にさ、チューハイ、焼酎入れてさ、炭酸で割ってさ、それのハイボールにさ、塩パパーっと振りかけてさ、混ぜてさ、飲んだらさ、うまいかもしれない。わかんないけど。しょっぱい。うまいのかな？普通のそこら辺の塩かさ、買ってさ、パパッと振りかけてさ、飲んだら美味しいのか。なんかわからんな。大体オホーツク海ってどこだよ。いやでもやっぱ博多の塩でしょ、博多の塩。博多の塩。てか博多の塩とかってあれ塩ってのは具体的にはやっぱり海からあれしてんのかね、塩のさ。塩って具体的にどうやって作ってんの、
作り方っていうのはよくわかんないんだけど、どういう、基本的にやっぱ海水から作ってんのかな。海の水を煮出すと塩を取り出すことができます。海水のミネラルを含んだ塩ですので、この塩を料理に使えば海のミネラルが隠し味として働き、複雑な旨味を醸し出すことができます。ただ、ただ結構海の水って汚いからな。普通の塩と違って。ってことは普通の食卓塩とかっていうのはあれ具体的にあれどうやって作ってるのかな。ちょっとわかんないんだけど。まあ、海水をね、沸騰させて、ほっとけば、ほっとけばできるんだけどさ。でも不思議だよな。塩をこう煮て、塩じゃねえや、海水煮て、で、なんかにがりができるな、にがりが。にがりね。塩をこすと、ねえねえ、海水をこすと、コストじゃねえ。煮て、煮ると、確か塩とにがりができるんだっけ。ね、海水に含まれている、ウィキペディア先生、にがりとは海水から取れる塩化マグネシウムを主成分とする食品添加物。海水から塩を作る際にできる余分な、ミネラル分を多く含む粉末、または液体であり、主に伝統的製法において、豆乳を豆腐に変える凝固剤として使用される。海水に含まれている塩類は、塩化ナトリウムが大部分を占め、海水から食塩を生成する場合、塩化ナトリウムが先に結晶化するので、これをかき集めるなどして物理的に取り除いた後に残る液体が、あー、そういうことなんだ。にがりなんだ。あ、そういうことか。あー。食塩っていうのは塩化ナトリウムなんですよね。ですが、このにがりというのは塩化マグネシウムなんです。あ、そういうことなんだ。ってことは、海水っていうのは塩化ナトリウムと塩化マグネシウムでできてるんだね。そのうち、沸騰させとくと、
先に塩化ナトリウム、つまり塩が結晶化するから、それを取ると、残る液体がにがりと。これが塩化マグネシウムがほとんど。他にナトリウムとカリウムも含む。味は主にマグネシウムイオンにより、文字通り苦い。はい。すごいですね。よくこんなの分かったよね。日本では古くは1654年に中国よりなんちゃらが、人間ですね。なんかよくわからない名前。が日本に製法を伝えたとされ、江戸時代にはすでににがりを専門的に扱う商売があったって。すごいっすな。中でも朝木屋などは現在まで続くにがりの老舗だって。へぇ。すごいですね。そのにがりをさ、豆乳をさ、に入れてさ、豆腐に変えるっていうの、そのあれは、そんな発想はなかったわ。すごいよな。なるほど、なるほど。何？塩レモンって。塩レモンの作り方。ああ。何？塩レモン。塩レモン。塩レモンは魔法の新調味料。塩レモンはレモンを丸ごと塩漬けにして発酵させたもの。へえ。なんだ塩レモンって。どう使うのこれは。よくわからないな、塩レモンって。レモンソルト。まあ、ただ、レモン、塩ね、つけただけですね。はい、これをそのまま食べる。サラダやパスタに使う。はぁーん。ははーん。ああ、そういうことか。ははーん。ああ。レモンソルト、つまり、ああ、ちょっとあれが出るんだね。塩でつけると、そのあれで、
水がピャーって出るんだね。水っていうか。その液体を使うってことか。なるほどね。もうレモン自体は使わないんだけど、その出たレモンの液体を調味料として加えると。あ、でも美味しそうだな。これを酒に加えて、酒じゃねえや。酒と、そのレモン、塩レモンと、ソーダで割ってもうまいと。まあちょっと話が飛躍しましたけど、まあこれちょっとあれだな、うまいんだけど、うまいんだけど、ただのリンゴジュースだな、これ、ほとんど。アルコール度数 3% と低いんで、もう味がただのリンゴジュースになってるんで、一体何だったのかと。チューハイとしてなんかよくわかんない状態になってます。うん。3443です。ご視聴ありがとうございました。